おい、一緒に帰るか。ついでだから送っていくぞ。うん、そうだね。ありがとう。なんか犬飼いとお前、恋人っぽいな。まあ、いつものことだしな。ついでだ、ついで。うん、それでもありがとう。助かるよ。白鳥くん、どうしたの？ナナ、一つ不思議なことがあるんだけどさ。え、何？不思議なことですか。気になります。教えてください。僕も気になります。白鳥先輩、教えてください。犬飼とお前って、同じ大学に進学して、授業中とかよく一緒にいるし、二人で遊んだりもしてるんだろ？私と犬飼くん？なんで俺たちの話になるんだよ。確か宮地くんに犬飼くんに白鳥くん、君は同じ大学なんだよね。僕もです。学年は違いますけど。そうだったね。でもそれがどうしたの、白鳥くん。それなのに付き合ってないなんておかしいなと思って。げ、白鳥、何言ってんだよ。お前も俺たちと一緒にいるじゃねえか。そうだよ、白鳥くん。そりゃそうだけど、俺あんまし授業一緒にならないし、帰る方向違うから一緒に帰ることねえもん。それに比べ、犬飼いとお前は四六時中一緒じゃん。この前もこいつと映画行ったって聞いたし。それはだな。へえ、犬飼先輩と先輩がね、珍しい組み合わせですね。それってデートしたってことですか。お二人がすごいです。こぐまくん、なんだか僕までドキドキしてきました。なんでこぐまがドキドキしてんだよ。それにあれはデートじゃねえよ。だったらどうしてお二人で映画に行ったんですか？それはたまたま誠にチケットもらっただけだよ。なんだそれ、なんで俺にはないんだよ。お前いなかったんだよ。しかも有効期限が当日だったから、俺は仕方なく付き合ってやったんだ。ちょっと、仕方なくって何よ。だって本当のことだろ。これでわかったか、白鳥。それ以外でもよく出かけてるじゃん。あ、宮地もそう思うよな。まあ、よく一緒にいることは確かだな。俺も校内で二人でいるところをよく見かける。おい、宮地、何言ってんだよ。宮地くんまで。二人とも顔が真っ赤だよ。ねえ、二人は付き合ったりはしないの？金久保先輩。金久保先輩まで何言ってんすか。俺がこんなじゃじゃ馬娘と付き合うわけないっすよ。俺にも選ぶ権利ってものが。ひどい。私にだって選ぶ権利があります。金久保先輩、私たちそんなに仲良くないですから。傍から見てるとただの千葉喧嘩にしか見えないんですけどね。そうだね、僕たちからしたら十分仲良しさんに見えるんだけど。いいなあ、俺もあいつと喧嘩したい。白鳥先輩、憧れる方向性間違ってますよ。僕も付き合えばいいのにとは思ってるんですけどね。こぐまくんまで。でも白鳥くんが話してくれるまで、犬飼くんと君がそんなに仲いいのを知らなかったな。そうなんですよ、こいつ超仲いいんですよ。俺なんかいつも仲間外れです。そんなことはないでしょ。そろそろ終電の時間じゃないですか。本当だな。じゃあ俺たちも帰るか。そうだね、じゃあここで解散にしよう。犬飼くん、彼女をよろしくね。金久保先輩、俺たちは何でもないですからね。はいはい、向きになって否定されると余計怪しく見えちゃうよ。それもそうですね。じゃあいつものことなんで、こいつは俺が送っていきます。うん、よろしく頼むね。君もまた会おうね。はい、今
から楽しみにしています。じゃあ帰るぞ。うん、そうだね。じゃあみんな、またね。お、まったな。また会いましょう。犬飼先輩と先輩、行っちゃいましたね。僕もなかなかいい感じだと思うんですけどね。なあ、木の瀬もそう思うだろ。俺も犬飼があいつの相手だったら少しは諦めもつくんだけどな。あれ、白鳥先輩まだ諦めてなかったんですか。往生際の悪い男はモテませんよ。くそ、木の瀬、それを言うなよ。白鳥やかましい。事実なんだから認めろ。宮島で畜生、俺だってよしよし、白鳥くん、早く彼女を諦めて新しい恋ができるといいね。くさくさ、金久保先輩にとどめを刺された。ああ、俺はもうダメだ。でもお互い好き合ってるってわかるのにどうしてなんでしょうね。今のが少しでもきっかけになればいいね。どうでしょうね。ま、そうなればいいとは思いますよ。だね。お二人が幸せになってくれると僕も嬉しいです。キュッ、ジグジョー。今日は楽しかったね。また新しい思い出が一つ増えた。ああ、たまには悪くねえな、こうやって集まるのも。あ、でもああやってからかわれるのだけは勘弁してほしいよね。だな。たく白鳥のやつ、突然何を言い出すかと思ったら、俺とお前が付き合ってるなんてありえないだろう。ん？どうした？私と犬飼くんが付き合ってるなんてやっぱりありえないのかな。そりゃありえないだろう。俺と違ってお前はモテモテだしな。それこそ彼氏を作ろうと思えばよりどりみどりじゃん。そんなことあるんだよ。お前は少し自覚した方がいい。俺はちゃんと身の程を知ってるからな。身の程？俺は王子様にはなれない。おとぎ話の登場人物ならせいぜい農民がいいところだ。それに下手に夢は見たくないしな。それってお姫様にはちゃんと王子様が迎えに来るんだよ。おとぎ話っていうのはそういう風にできてるんだ。王子様か。ま、お前はおっちょこちょいで心配だからな。それまでそばにいてやるよ。そのおとぎ話に出てくる王子様って実は農民出身だったってことはないのかな。いきなり何言ってんだ。ごめん、なんでもない。農民はあくまで農民だよ。王子様にはなれない。それに農民には農民の役目があるんだ。役目？畑を耕しながらお姫様の幸せを見守ってる。それが案外楽しんだわ。犬飼くん、私ね、お姫様は王子様が迎えに来てもきっと断っちゃうと思うんだ。なんでだ、もったいね。もうその時にはお姫様は農民に恋をしちゃってるから、少しでも農民のそばにいたいって思ってる。そういうおとぎ話もたまにはいいんじゃないかな。なあ、30歳までお互い相手がいなかったら結婚すっか。え？俺お前となら結婚しても楽しそうだなって思うわ。私もそうか。うん。それに30過ぎても王子様が迎えに来ないお姫様なんてかわいそうすぎるもんな。ちょっと何それ。30過ぎても王子様が迎えに来ないなら農民でも夢見ていいと思うんだ。夢じゃないのに。夢にしないでほしいのに。あ、ごめん、変なこと言っちゃったね。
俺らいつも一緒にいるし、今さらこういうのもなんだけど付き合うか。え、うん、付き合ってあげてもいいよ。おい、なんだその言い方って。え、なんだ、泣いてんのか。一体どうしたんだよ。だって私その言葉ずっと待ってたから。悪い、こういうのキャラじゃねえから言いそびれた。農民はずっとお姫様に恋焦がれてました。でも言えなかった。犬飼君、でもおとぎ話だもんな。何があっても不思議じゃない。例えば農民とお姫様の間にロマンスがあるとかな。うん、改めて言うわ、俺お前がずっと好きだったわ。俺と付き合ってくれ。はい、よろしくお願いします。なんだか照れくさいね。そうだなけど、これだけじゃ実感湧かねえな。まあキスしてもいいか。いいよ。じゃあ、終わり。鼻の頭にキスしてどうすんだよな。こういうの慣れてないんだ。当たり前だろ、高校の時は女子お前しかいなかったし、大学入ってからもずっとお前と一緒にいたんだから。そっか。ねえ、もう一回。ああ。成功したね。ああ。なんか、締まらねえとこが俺たちらしいな。そうだね。おい、何してんだ。あ、高文、今写真を見てたんだ。高文もこれ見て。写真って、ああ、インハイの時のか。居酒屋で集まった時のもあるな。すげえ懐かしい。そうだよね、いろいろ思い出しちゃって。あ、そういえばどうしたの。ああ、忘れてた。そろそろ出ないと、うちのおとんとおかんが待ちわびてるぞ。あ、そうだった。おとんもおかんもやたら張り切っててさ。うるさいかもしれないけど、勘弁してやってくれ。高文のご両親、私好きだよ。一緒にいると元気になれるもん。そっか、それならいいんだわ。だから、嬉しいんだよね、高文のお嫁さんになれることが。たく、お前はそういうところ変わんないよな。え、どういうところ。わかんないならいいんだよ。ほら、それよりさっさと行くぞ。遅れると俺が文句言われる。あ、そうだね。ねえ高文、手つないでもいい。うん、いきなりどうした。いいの、手をつなぎたい気分なの。ほら行くよ。そうやって無意識にいろんなドキドキさせるくらい可愛いところが変わってね、なんてキャラじゃないんだから言えるわけないだろ。さあ、ん？何か言った。お前はブサイクだなって言ったんだ。何それ、未来のお嫁さんに向かってひどくない。未来の嫁さんだから本当のこと言ってんだよ。怒った顔もブサイクだな。
もうひどい。かわいいよ。え？俺の未来の嫁さんはかわいい。もう一回言って。ダメだ、ほら行くぞ。え？もう一回言ってよ。お前はブサイク。さっきと言ってることが違うよ、もう。